弥生再創墓とは、東日本の弥生時代前期から中期に特徴的なお墓です。再創とは、人の遺体を一旦埋葬した後、何らかの方法で白骨化させ、改めて埋葬する習俗のことで、縄文時代以降広く見られましたが、弥生再創墓は、本来貯蔵容器である壺に骨を収めるという特徴があります。縄文時代晩期の東海西部から近畿にかけて、亀に人骨を収める土器棺墓が流行します。そして、弥生時代前期になると、愛知県を中心に土器棺墓に大型壺を使うようになります。こうして成立した弥生再創墓は、弥生時代前期のうちに、中部、関東、南東北まで広がり、その過程で、一つの墓穴に複数の壺棺を埋葬することが一般的となりました。房総では少し遅れて弥生時代中期初頭に弥生再創墓が出現します。代表例は多古町花輪台遺跡の BSE6 という再創墓で5個体の壺棺が収められていました。この写真の下の方にある3個体は地元で作られたと、右上は東海から持ち込まれたとき、左上は西関東から持ち込まれたときです。違う地域の土器が少し間隔を空けて収められています。出土した土器です。奥の2個体は地元の土器、左手前は東海のマリコ式土器、右手前は西関東で作られたときです。関東の縄文時代晩期の終わり頃、東海地方の最初の弥生土器が関東や南東北に移動することが目立ち始めます。房総では特に弥生時代中期初頭になって東海系土器の搬入が多くなります。隣の横芝光町で発見された弥生時代中期初頭の集落跡、長倉宮の前遺跡では、多くの東海系や西関東系の壺が出土しています。東海や西関東から人々が絶えず来訪し、新しい文化を伝え、弥生再創墓という新しい習俗ももたらしたと考えられます。こちらの土器は、多古町花輪台遺跡の BSE3 という弥生再創墓から出土したものです。先ほどの BSE6 の次の段階のものです。この頃になると、東海から持ち込まれた土器は見られなくなり、逆に北関東から持ち込まれた土器が目立つようになります。左の土器は、縄文を施した渦巻き文様が特徴で、ムジナ式土器と呼ばれる、茨城から栃木にかけての地域の土器です。こちらの土器は、大滝町の船子遺跡から出土した土器です。左と真ん中の土器は地元の出流原式土器と呼ばれるものですが、右は渦巻き文様を持つ無地な式土器です。弥生時代中期中頃になると、南房総に作られた弥生再創墓にも、茨城、栃木方面から人々がやってきた痕跡が残っています。上の写真は、市原市の竹石遺跡で発見された SX001 という弥生再創墓です。実は2つの墓穴が接するように営まれたものです。どちらも出土した時は地元の出流原式土器でした。下の写真は SX005 と呼ばれる弥生再創墓です。こちらは西関東の土器と北関東の土器が同じ向きを向いて並べられていました。竹石遺跡では全部で5基の弥生再創墓が調査されましたが、SX001 とそれ以外の3基の弥生再創墓はかなり離れて営まれていました。またその3基いずれにも地元の土器はなく、外来系の西関東の土器と北関東の土器が収められていました。この2つの土器は SX005 から出土した土器です。大きい方は西関東の平沢式土器、
小さい方は北関東のムジナ式土器です。竹石遺跡では地元の人、西関東の人、北関東の人が同居していたことが分かりますが、墓を作る際には地元の人とよそ者は厳然とエリアを区別されていたことになります。弥生時代中期中頃にこれほどまでに外来系の土器が出土するのは房総の特徴です。利根川水系を通じて西関東と、鬼怒川水系を通じて北関東と常時交流があり、人々の移動も盛んだったことは事実だと思います。房総はそれぞれの交通路の終着点であり、中継点でもあったのかもしれません。